ねえねえ、次のお休みって空いてる？じゃあ、一緒に児童館に行かない？そう、しおりこちゃんがよくボランティアをしてるところでお手伝いを募集してるんだって。ね、しおりこちゃん。ええ、その日は人が足りなくてエマさんにお願いしていたんです。よかった、ランジュちゃんとミヤちゃんも一緒なの。週末楽しみだな。エマさんが来てくださるといつもこうなんですよ。ええ、最近よく来てくださるんですが、子供たちはすっかりエマさんの歌に夢中です。あれを見るとしおり子の言うことも納得って感じだね。エマの歌声なんて心地いいのかしら。ランジュ眠たくなっちゃう。眠ってもいいですよ。ランジュにお願いしたかった本棚の整理は私がやることにしましょう。え？しおり子、ランジュにやってほしかったの？そういうのは早く言いなさい。本棚の整理、完璧にやるわ。ミヤ、行くわよ。僕、もうちょっとエマの歌を聞いていたいのに。この時間はいつもなら紙芝居をするのですが。あ、エマさんがあなたを呼んでいますよ。言ってあげてください。紙芝居は私一人でも大丈夫なので。あのね、あなたにピアノの伴奏をお願いしたいの。子供たちにとっても優しい音色のピアノなんだよってお話ししたら、みんな聞きたいって言ってて。いいかな。あなたの演奏はいつだって素敵だよ。私、あなたの伴奏で歌うの大好きだもん。みんな何を歌いたい？慌てなくても大丈夫だよ。たくさん歌おうね。皆さん、今日は本当にありがとうございました。子供たちも喜んでいました。たくさん歌えて楽しかった。ランジュもちびっ子たちと遊ぶの楽しかったわ。僕はヒヤヒヤしたよ。ランジュが子供たちに何か無茶をさせるんじゃないかって。平気よ、ランジュはミヤと一緒にいるから子供には慣れてるもの。はあ？それどういう意味？僕はステージじゃ大学生だし、ここでだって3年生なんだからな。まあまあ、ミヤさん、ここで大きな声はちょっと。あ、Sorry。最近そうなれたらいいかもってちょっと思ってるんだ。もともと歌は大好きだったけど、日本に来てもっと大好きになったの。これから先もずっと歌っていけたらいいなって。いいじゃない、エマにぴったりの夢だわ。そうだね、エマは子供にも好かれるし、児童館に着いた途端エマの周りには子供たちがいっぱいだったもん。ありがとう。やっぱり私、歌は続けられるだけ続けたい。
あなたは？あなたもやっぱり音楽は続けていくの？あなたの作る歌、私とっても大好きだよ。だから作曲家なんて素敵だと思うな。なになに？ベイビーちゃんはプロの作曲家になりたいわけ？それなら、ミヤにいろいろ聞けばいいわね。僕のアドバイスは厳しいけど、ベイビーちゃんになら教えてあげてもいいよ。そうなの？ま、その気になったらいつでも相談乗ってあげるよ。